木の国子どもの村学園は、和歌山県橋本市にある、学校法人。京都大学教育学部出身、元大阪市立大学教授の堀新一郎が、イギリスのサマーヒルスクールなどを半として創立した。堀新一郎は、当初、学園長、現在は、理事長を務めている。学園は、木の国子どもの村小学校、木の国子どもの村中学校、 木の国国際高等専修学校、かつ、山子どもの村小学校、かつ、山子どもの村中学校、南アルプス子どもの村小学校及び、南アルプス子どもの村中学校から構成される。括弧内は、開校年。学校法人九州自然学園が設置し、福岡県北九州市小倉南区に所在する、北九州子どもの村小学校及び、 北九州子どもの村中学校は、系列校である。さらに、児童数の減少で並行した長崎県、東園の議長の旧恩後と小学校校舎に、長崎と園の議子どもの村小学校を2019年4月、併設の中学校を2020年4月に開校した。また、イギリススコットランドで、サマーヒルと並んで木の国子どもの村の自由教育の、 モデルとなったキルクハニティハウススクールがイギリス教育省から度重なる視察と訓告で1996年並行に追い込まれたところ2001年6月、キノクニ子供の村がその土地建物を買い取りキルクハニティ子供の村という名称で子供たちの短期留学、異文化教育の活動拠点として活用している。和歌山県橋本市と堀新一郎の出身地でもある。 福井県勝山市並びに、山梨県南アルプス市及び、福岡県北九州市小倉南区に設置校、系列校がある。教育理念は、自己決定、個性、体験の尊重。教師も、児童生徒も、同じ一票を持つミーティングを重視。教育思想や実践は、エースニール及びジョン・デューイの流れを組み、モデル校になったのは、エースニールがイギリスに作った自由学校サマーヒル。 スクールなど、ありがとうございます。